皆さんこんにちは。今日もお昼がやってまいりました。というわけで今日も昼飲みしていきたいと思いますけれども、今日はですね、嫁さんと休みが一緒なんでちょっと早いんですけど、嫁さんの誕生日会をしたいと思います。行く店はこちらです。はい、白木屋さんです。では参りましょう。はい、というわけでですね、今日は飲み放題食べ放題3500円のコースですよ。ただね、ちょっと今日は誕生日会ということで贅沢に500円オプションでつけましてですね、4000円のコースにしました。食べれるフードの種類が増えるっていうことですね。そしてクーポンがいつものようにありますので300円引きですから3700円のコースになります。では始めましょう。はい、では52歳の誕生日おめでとうございます。ちょっと早いですけど。ありがとう。はい、では誕生日おめでとう。ありがとう。これからもよろしくお願いします。うまい。はい、では料理来る前に一杯目開けてしまいますよ。いただきます。終了。はい、2杯目いただきます。はい、ちょっと料理がまだ来てないんで来る前に2杯目いただきますよ。はい、2杯目終了。はい、料理が来ましたよ。これは刺身の5点盛り。めっちゃ豪華で美味しそう。はい、そしてこれはビンゴ高田の鶏胸たたきですね。これも美味しそうやね。はい、そしてサラダも来ましたよ。これはとろーり煮卵とブロッコリーの豆腐サラダ。美味しそうやね。めっちゃ贅沢な感じのサラダです。はい、まずはこの炙りしめ鯖からいただきましょうかね。これも美味しそうやね。はい、ではいただきますよ。はい、うん、これはうまい。はい、そして北海ダコいただこうかな。うまそうやね。はい、はい、これも来ました。これは串焼き
5種盛り合わせっていうことですね。美味しそうだね。はい、マグロもいただきますよ。マグロも美味しそう。わさびをたっぷりつけていただきますよ。はい、うん、ビールが進むくん。はい、サラダもいただきます。野菜も取らなあかんからね。これは美味しそうなサラダやね。ああ、はい、はい、とろり卵のサラダやから、卵美味しそうよね。ではいただきます。はい、ではそのとろり卵いただきます。はい、うん、うまい、うますぎて3杯目終了。はい、4杯目の生ビールいただきます。はい、このサラダうまいね。豆腐もいただくよ。はい、おいしいサラダいただきます。はい、鶏のたたきいただくよ。鶏のたたきうまいからね。ここのやつもめっちゃうまそう。専用タレにつけていただきますよ。これやばいね。はい、うん、これは間違いなし。はい、焼き鳥いただきますよ。まずはいつも通り俺の大好きな鶏皮からいただこうかな。はい、うん、白木屋さんの焼き鳥やっぱりうまい。はい、そして次は砂肝ですね。この辺では砂ずりと言いますが、いただきます。ただずりのタレは初めてやね。はい、うん、ずりタレでもうまいね。そして4杯目終了。はい、5杯目の生ビール来ましたよ。はい、次はサーモンの刺身いただこうかな。これ美味しそうやね。これやばいね。もちろんわさびはたっぷりつけさせていただくよ。そしていただきます。はい、うん、うまい。はい、
次はエビいただこうかな。めっちゃでかいね。前はこれね、自分で剥くようになってたけど、もう剥いてくれてるよ。まあその方が食べやすいからね、親切ですね。はい、そしてわさびをのせたんで、これをいただきます。これやばいね、めっちゃうまそう。はい、これはたまらんね。そんな感じです。そしてこの鶏ささみがやばいぐらいうまいね。これはうまいよ。いただきます。はい、やばすぎて5杯目終了。はい、アヒージョ来ました。めっちゃうまそう。これやばいね。そしてこのバケットにつけて食べるんやね。これやばいよ。ではビールが来たらいただきます。はい、6杯目来ましたよ。いただきます。はい、ではアヒージョいただきます。このバケットをお皿に置いてですね、そこにのしていこう。これやばい。はい、エビの上にこれしめじ、よう分からんけどなんかうまそうよね。エビたっぷりやからもう一個ぐらい置いてみよう。はい、こんな感じです。ではいただきます。はい、ではいただきますよ。めっちゃうまそう。うん、うん、これはうますぎくんです。はい、さらにいただきますよ。うん、うん、これは何にも言えねえ。そんな感じです。はい、次はこれタレのつくねですね。そしてこの黄身につけて食べるっていう感じやね。めっちゃ美味しそう。早速いただきますよ。はい、ではこのつくね、めっちゃ濃厚な感じのつくねやね。それを濃厚な卵の黄身にごっちゃりつけて割って、そしていただきます。これ間違いないと思うわ。はい、たっぷりこの黄身をつけさせていただいて、いただきます。うますぎて終了。はい、7杯目のビール来ましたよ。
いただきます。はい、次はこれ、マグロチーズカツ、めっちゃ美味しそうやね。いただきますよ。これやばそう。本当にサクサク感が出てるね。はい、専用のソースにつけていただきますよ。はい、うん、サクサクでうまい。はい、そして次はこれ、しまほっけの炙り焼き、これもめっちゃうまそう。いただきますよ。はい、ホッケいただきます。そして俺はこのホッケに醤油をかけない派。もうこのね、ホッケの旨味を醤油が消すのが嫌。ただちょっと油が多いんで、この大根おろしはつけていただきます。はい、うん、うまい。はい、つくねの卵につけるやつめっちゃうまいよね。いただきます。はい、うん、うますぎて7杯目終了。はい、8杯目来たんでいただきます。はい、これやばいです。はい、マグロチーズカツもいただきますよ。めっちゃこれうまいね。はい、いただきます。やっぱりビール進みます。はい、アヒージョ、これもうまいからいただくよ。ほんとこのエビプリプリやね。ちょっと落ちたけどね。はい、びっくり落ちるね。はい、いただきます。これマジでうまいからね。はい、はい、これうまいよ。いただきます。あ、落ちたでもうまい。はい、うん、8杯目終了。はい、9杯目の生ビール来ましたよ。はい、次はこれ、国産炙り鶏皮ポン酢、よう分からんけど美味しそうやね。はい、いただきますよ。めっちゃ美味しそう。これやばいね。
まいよ。はい、鶏たたき、これうまいからね。もうやばいよ、このタレもうまいわ。いただきます。はい、うん、うまい。はい、博多焼きちゃんぽん、めっちゃうまそうですね。いただきます。はい、10杯目の生ビールいただきます。はい、やばいです。はい、この焼きちゃんぽんやばいね。いただきますよ。はい、そして嫁さんがラストオーダーで頼んだチョコレートパフェ、まあまあうまそうやね。居酒屋さんでこんなの食べれるってやばいね。それだけ言っとく。そんな感じです。はい、そして俺は焼きちゃんぽん食べるよ。この焼きちゃんぽんもやばいね、美味しそう。はい、10杯目いただきます。もうこれ開けるよ。喉がギューンってきた。そんな感じです。はい、これがラストの11杯目。もうラストオーダーで頼んだやつやからね。いただきます。はい、そして今日のラストはこれ、梅茶漬け。これもね、もうやっぱり最後は米食べたいし梅干し食べたいし、そんな感じでこれいただきますよ。もうやばい感じです。はい、今日はめっちゃ美味しかったね。でも嫁さんの52歳の誕生日祝えたことが一番嬉しいね。そんな感じです。また見てね。ヒエロピクー。